有名な芸人さんたちにインタビューできるということで、はい、張り切ってやっていきましょうか。はい、そう、2人がやってきたのは先月沖縄で行われた島全部で大きな祭、第7回沖縄国際映画祭。国内外の映画作品の上映やお笑いイベントなどが行われ、およそ40万人を動員。ここで大物芸人にインタビューを行う。ガンマでーす。早速沖縄だからよりライトになってる。先輩にいろいろと芸能界のことについてお聞きしたいなと。まあ芸能界のことといったら僕でしょう。いろんなあれを経験してるからね。こっちの方もね、もういろんな。なるほど。先輩に可愛がっていただくにはですね、どうしたらいいかなと。まあ僕で言ったらでもやっぱりいろんな方お世話になってますよ。町明さんとかね、坂井正明さん。はい。ついこの間和田アキ子さんの家もお邪魔しましたし、タモさんちとかもね、福岡ですね、あれはね。はい。まあ、数々のね、大御所の、大御所にペロペロしてきましたよ、私は。ペロペロと。やっぱりもうこの業界もこれですよ。なるほど。な、綺麗事はない。火が出るぐらいこすりまくって。コマをするじゃない。火が出るぐらい。火を起こす。絶えずね、はい、大御所の隣行ったらもう姿勢は僕はこうですよ、ね。どうもこんにちは。もうちょっとやっぱ絶対的に目線は下ぐらい。これ大事。そうなんですよ。リアクション大事だから。なるほど。例えば今日天気いいなーなんて言われたら、はい、普通だったらどんなリアクションでしょう。今日天気いいな。あいいね。いいですね。ダメよそれじゃ。ダメですか。全然ハマらないよそれじゃ大御所に。今日天気いいな。ですよねー。やってきた。うわ日差しがちょっと大丈夫かな、傘ある傘あるぐらいのね、バカになるっていうのが大事かもしれないですね。なるほど。藤森の福岡での武勇伝をかけて勝負。けん玉対決で天神アクターが勝てば武勇伝をゲット。藤森が勝った場合は福太郎のからし明太せんべい、めんべいの博多限定ネギ風味をプレゼント。風が、ちょっと待って聞こえましたか今。何今のダメですよ、反則ですよ。今のはヤジが芸能界よ、ここ芸事じゃ生きていけない。あれ、イエーイ。こういうことよ。強い。これはもう芸能界よ、これが縮図。これ今藤森ね、その他頂点に立たなきゃ意味ないのよこれ。あれ、あ欲張るとね芸能が痛いから。じゃあこれいただいてきますわ。はい、はい、じゃあありがとうございます、藤森さんでした。ありがとうございました。女の子これあげようっと。さあドリアンズさんにインタビューさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。僕が、はい、ドリアンズさん好きな平井さんのラッパー。ああ、なんであんなにこう曲に乗れるのかまみね。親のね、お腹の中にいた時からずっとレゲエを聴かされてたから。Hey 友達以上恋人未満じゃ不満さ、それが俺からのアンサー、いつまでたっても変わらない、だからとことん今夜はパーティーない、踊りたい歌いたい騒ぎたい、みんなの希望を叶えたい、マイク握ったら離せない、それが俺が HIRAI。 生で聞けるの。オーカー、オーカーどうなんだい今日は。おいえいえ、今日は俺たち二人でドリアンズに出会った。おいえいえいえ、あーいイエス、もう最後あーいと。もうすぐでしょ。あーいもうええわ。何回言うの。先日キャナルシティ博多に、福岡県内はもとより九州各地から天神アクターファンが駆けつけました。山田健人、これからも天神アクターは福岡を拠点に頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします。